こりゃ。おはようございます。眠た。前髪すごい。今日はなんか5分前に起きた。なんか自然に目が覚めた。5分前に。なんかよだれ垂れそう。前髪を切ったんですよ。下寝癖でめっちゃ眉毛見えてる。TikTok めっちゃ可愛い。やった。朝ごはんはこれから食べてないね、まだ。TikTok 毎日繰り返し見てる。ありがとう。さしこちゃんの卒コンから1年だね。早っ。シマウマアイス買っちゃった。前なんか近所のコンビニからシマウマアイス消えたんだけど、悲しすぎる。あんなに美味しいのに。メンバーと電話とかしてる？全然してない。してないけど、あつ森ラインは一生動いてる。悲しい。シマウマアイスなくなる。板チョコアイスはまだあるんだけどね。昨日久しぶりにね、ブリトー食べたんですよ。めっちゃ美味しかった。あれブリトーって言うんかな。ベーコンチーズのやつ食べた。なんか春巻きのでっかいバージョンみたいなやつ。あれブリトーって言うよね。一時期めっちゃハマってて、ベーコンチーズのブリトーめっちゃ食べたんですよ。でも最近ベーコンチーズ売ってなくて、ハムチーズしか売ってなくて、マジかって思ったら売ってたから食べた昨日。俺ホットサンド作って食べた。わあいいね。ホットサンドめっちゃ好き。
前髪がうねってるからアイロンしてみよう。この毛すごいね、真ん中に来て邪魔なんだよね。ブリトのタッカルビとかって、タッカルビ食べたことあるけど辛くて食べれなかった。見て、アイロンがついた。辛いのね、そんなね好きじゃない、得意じゃない、好きだけど得意じゃない。シュッああ、なんかさ、辛いもの食べた後に炭酸飲んだらめっちゃ刺激して軽くない？はい。昨日前髪を切った。でもこうやってすぐこっちに来ちゃうんですよ。でも切ってやろうかと思ったよね、これ。本当は真ん中のさ、毛だからさ、この毛がで頑張ってこっちに来てくれてるわけだから。切ってあげようかと思ったよ。触覚が大きくない？そうなんです、伸ばしてる髪の毛の量が多いから触覚の量も多いんですよ。もうね、目にかかってね、うざったいんですよ、この触覚が。切ってやろうか、お前を切ってやろうか。この分ぐらい切ってやろうかと思ったよ。で、切ったらこの子も来るんですよ。そしたらもっとさ、もっと前髪重たくなっちゃうよね。ほら、頑張って薄くしたのに最近なんかどんどん重たくなってる気がする。でこっちに流すしかない、アイロンでね、頑張って。おりゃ、そう、もうちょい触覚が伸びないと。マリアの目に邪魔、目、マリアの視界の邪魔をしてきます。こうやってお願いしますって言ったら、ほらこうなる。ちょうど目隠れる。これだけでも、これだけでも切っちゃおうかな。こうやってやった時にこうやってやるから、これだけでも切っちゃおうかしら。
でもなんかこういう伸ばしたい触覚とかはなぜか全然伸びないのに、伸びたらそんなの伸びてほしくない前髪とかはめっちゃ伸びるの早い。眠て。今日はとことん眠たい。こんな前髪さってたらまた言われちゃう。ずっとね、こうやってね、ここら辺止めてね、癖つけてるはずなんですよ。なのに全然癖ついてくれない。タンスの上のカブトムシかぶってるぬいぐるみは何？これカブトムシじゃない ヤシの木です。宮崎のキャラクターですね。よしこちゃんの卒コンの時に宮崎県に会って可愛くて惚れました。宮崎はヤシの木があるんですよ。だから多分それでヤシの木だと思う。と前髪ここ長くない？って言いますね。マジマリアの切り方公開失敗を恐れない。失敗を恐れない感じで切ってるけど、失敗したらめっちゃへこむ。そうだ。はい、パッツンです。これをさ切っちゃっ、あ、ダメだ、切んない切んない、伸ばしてるもんだって、頑張って伸ばしてんだもん。ここら辺まで伸びてくれたら変わるかな。ずっとこうやって耳かけてたらさ、変わりそうじゃない。最近ここがうねるのが悩みなんです。このぐらい結構重たくなってきたんですよ最近。なんかもっとさ、もっと薄かったよねマリアの髪の毛。このちょびちょび毛がやだ。この毛は何？これは切っちゃっていい毛なの？切っちゃうよ。よいしょ。これ前髪切るやつです。いつも自分で切ってるから、なんかこういう無駄な毛とかどんどん切るから、どんどん前髪を重たくなって。なるほどね。だから前髪がどんどん重たくなるのね。あ、でもいい感じじゃない？
てかなんか前髪の髪質が変わってすごいパサパサになってる最近。シャンプーが合わないかな。シャンプー変えてか。ここ伸ばそう今度から。ここまでここもここ伸ばそう。みんなここ伸ばすからよろしくね。こうやって出ちゃうんですよ。だからここ伸ばす頑張って。こっちはここも伸びてるからいいんですよ。本当にこれは無理やりこっちにこうやってやってるから。ここ伸ばそう。伸ばすの頑張ります。ここも切ったら昔のマリアになる。もう全部パッツンでもいいんですけどね、マリアは。でもなんか毛ができてる、なんか伸びて出てきたのでやってるんですけど。てかアホ毛をなくしたい。さっきその前にアホ毛本当にやばい。 TikTok とか撮ってる時もアホ毛に目いっちゃう。もうちょっと薄くしたいな前髪で。薄くしたら変か。薄くしすぎたらさ変だよね。こんぐらい。わ今の薄さめっちゃいい。見て、この毛がこのままこうやってね、この毛もこうやって自然に横に流れてくれたらもっといい。まーさんショートにしないの？しないかな。いつも前髪は短めに切って伸びるの早いからちょっと伸びたぐらいがいい感じにするようにしてる。から今は短い。なんかコメントがへーとかしかなくて。このうちみんな興味ないのか。マリアの髪前髪情報は興味ないか。前髪切った後二重幅に切ったやつさせりがち。わあめっちゃわかる。ここにこうって髪の毛入ってる。お腹空いちゃったよ。でも二度寝するからいいかな。LINE とかでさ、へーってくるとさ、次のさ、こと書きづらいよね。とか、ね、とか。珍しい、マリアちゃんが食より睡眠。朝はね、あんまお腹ね、減るけどね、あんま食べれないんですよ、朝。あでもマリアもスタンプで終わらせちゃう派かも。ヌマブタイムスタート。まだ朝食べてないです。今日寝るときここ止めとこう。
福田コミック、俊太、和樹、ともみ、ジムポン、ゆちひろさん、なんかハゲてるからちょっとこっちにしよう。あ、まだか、終わってからしよう。ピーナッツ、ゆちひろさん、福きよ、こまめっち、みーちゃん、練乳、終了。気がついてる、これ、これここにはついてる。13位神崎正和さん、12位ひろたんさん、11位たくまバシバシさん、10位謎の長老さん、9位ザギザギザッキーさん、8位みーちゃん、7位トウキさん、6位ウゴウゴさん、5位ひできちゃん、4位ペコさん、3位グロックさん、2位ひかれびさん、1位よしひろさん。おめでたい、おめでたい。ということで見てくれてありがとうございました。皆さん良い一日を過ごしましょう。半分カーディガン、半分こっちも羽織ってるんだけど、ね、脱げてきた。おやすみ。おやすみではないか。バイバーイ。